はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、キャッシュです。スマホ決済キャンペーンまとめ2月で終了するキャンペーンもありありということで、今週もやってきましたキャンペーンの日曜日まとめ動画ですね。今回は2月の24日から3月の1日までの今週1週間で開催される主なキャンペーンをピックアップして簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。一部のキャンペーンについては除いてますのでご了承ください。それでは行ってみましょう。 それではまずはペイペイからですね。ペイペイでは主に3種類の大きなキャンペーンです。今週で終わるキャンペーンもあります。まず街角ペイペイ第2弾ですね。期間は3月31日まででして、キャッシュレッシ費者還元事業の5%のお店であれば、20回に1回の確率で最大1000円相当が戻ってくるキャンペーンですね。ペイペイチャンスに抽選に外れた場合でも、最低でも6.5%は還元されます。 ちなみに久しぶりにペイペイチャンスが当たったので、多分これで今年の運勢は使い切った気がします。次にペイペイモールですね。期間は3月の31日まででして、最大で20%還元されるキャンペーンとなってます。同時進行で。現在ペイペイモールの ZOZO タウンでも最大10%還元のキャンペーンも開催中です。 次に対象店舗で40%から50%関係のキャンペーンということでこちらがラストのシュートとなりまして2月の29日までとなりました。付与上限は1回に500円で期間中は1500円までですね。このキャンペーンの対象店舗は高告音ペが使える自販機3 1 3 0クカフェ、スキヤ花丸うどん、日高屋、松屋、吉野屋となっています。まだ使われてない方は前回のまとめ動画で付与上限の確認方法もお伝えしてますので、まだ足してるかどうかちょっと不安になってる方はチェックしてみてください。 次は D 払いですね。D 払いでは主に4種類のキャンペーンです。まず1つ目は D 払い生活応援キャンペーン。キャッシュル視聴者還元事業の5%のお店であれば D 払いがさらに5%上乗せして、合計で10%の D ポイントが還元されるキャンペーンです。 こちら3月31日までとなっていまして、以前にもお伝えしたんですけども、九州全域にあるドラッグストアの新制度ですとか、あとドラッグストア森ー、ーグッテーもこのキャンペーンの対象店舗かつ、さらに D 払いの別のキャンペーンもあるので、そちらもチェックしてみてください。一応リンク貼っております。2つ目は飲食店プラス10%還元のキャンペーンが3月の31日まで開催中です。こちらは11時から14時の間に対象の飲食店で D 払いで決済を行ったら D ポイント10%が還元されます。このキャンンペーンで記 をつけないといけないのは対象店舗ですのでまあ、どこで使えるかっていうのはキャンペーンのページ内で確認してみてくださいそして3つ目は D 払いと吉野家で20%還元のキャンペーンこちらがラストの週となりまして2月の29日までとなっておりますこのキャンペーンは吉野家ある吉野家では対象外の店舗もありますのでそれもぜひ公式ページご確認ください 次、四つ目は D 払いのネットのお店で10%還元のキャンペーンが2月の25日からスタートしまして、3月の5日まで開催がされます。期間中、対象のお店で D 払いで決済したら10%が還元されるということですが、まあ、主な対象店舗として、例えばメルカリとかマツキオ、あとはドコモユーザーであればアマゾンも対象なので、もしネットでお買い物する際はこの D 払いを使って決済してみるのもいいのではないでしょうか。 あと、D ポイントではキャンペーン大きく2つ開催されてます。こちら以前ですね、動画のおまけの部分で少しお伝えしたんですけども、マクドナルドでカフェラテを購入したら D ポイント全額還元のキャンペーンというのが開催中でして、これラストの週なんですよね。2月の25日まで、まあぜひですね、マクドナルド行く際は D ポイントカードを提示してカフェラテを購入してみるのもいいんじゃないかなと思います。そして D ポイント抽選ではあるんですけども、D ポイント5号チャンスこちらがラストの週となります。 このキャンペーンは D ポイント最大で3万ポイントが当たるキャンペーンとなってます。キャンペーンにエントリーした後に、普段のお会計でまずは D ポイントカードを提示して、あとは対象加盟店にて税抜き400円以上のお買い物をします。それを別々のお店で5点回るか、同じお店で20回決済を行うか、決済ではなくてポイントカードの提示をするかで、キャンペーンの参加可能となっております。 僕はそれこそ昨日マクドナルドに行って対象のお店5店をクリアしたので、あとはですね、ちょっとこの結果を楽しみにしたいと思います。次は楽天ペイですね。楽天ペイでは主に2つのキャンペーンが開催されてます。1つ目は全店舗対象期間中ずーっと5%還元のキャンペーンが3月の2日まで開催中です。 楽天ペが使えるお店であれば、どこでも5%のポイント還元がされるものとなっております。まだこれに関しては次の情報出てないんですけども、この3月2日以降、また楽天ペが何をするかっていうのはちょっと個人的に気になっております。2つ目は、タミグループ、東海キヨスク、清福、札幌にて5%のポイントバックキャンペーンですね。こちらも3月2日まで開催中で、先ほどお伝えした全店舗対象5%還元のキャンペーンと組み合わせれば利用可能となっているので、実質10%還元も可能となってます。どちらも参加する際にはエントリーを忘れずお願いします。 あと、楽天に関連しまして、楽天ポイントのキャンペーンも開催中です。2月の25日から、ファミリーマートで楽天ポイントカードを提示して、楽天ポイント10倍がもらえるキャンペーンとなってます。10倍ということなんですけども、実質5%還元に近いので、格好書きで載せています。 このキャンペーンなんですけども、期間中に楽天ペイで決済したら楽天ポイントが実質10%分の還元をもらうことができるので、まあぜひですね、楽天ポイント集めたいという方はですね、この方法を使ってうまくポイントをもらうのもいいんじゃないかなと思います。もちろん他の決済方法でも構いません。次に l i n e ペイのペイトクマラソンのキャンペーンですね、もしかすると忘れた方いらっしゃいませんか こちらのキャンペーンは対象の加盟店、3加盟店以上で LINEPE で決済したら後日10%オフのクーポンがもらえて、5加盟店以上で LINEPE で決済したら後日20%オフのクーポンというのがもらえます。このキャンペーンが面白いのは、いくら以上使わないといけないというルールがないので、小学決済でも参加は可能となっています。なので、LINEPE 使われている方はですね、ぜひトライしてみてください。期間は今週いっぱいの2月の29日までとなっております。次に メルペイですね。メルペイはこれといって大きなキャンペーンないんですけども、ススメルペイのキャンペーンは絶賛開催中です。メルペイの招待をしたら500ポイント。そしてメルペイに登録したら1000ポイントがもらえます。メルペイの登録した方は、免許証などを使って本人確認が完了したらポイントがもらえるようになってますのでお気をつけください。一応下の概要欄に招待コードを貼っておきます。次は AU ペイですね。AU ペイで大きく3つのキャンペーンです。AU ペイとドラッグスターのトモズとの抽選のキャンペーンがラストのシュートとなりました。こちら AU ペイで一度に税込み1000円以上支払ったら、 抽選ででで100名様に2 2 28万円分の AU オレットポインンンがもらえるキャンペーンとなってます2月28日までですす月日ねそして次はこちら au スマートパスプレミアム会員の方限定にはなるんですけどもファミリーマートそしてローソンにて税込200円以上お買い物で利用可能な50円引きのクーポンというのが出ていますこれは期間中毎週もらえるので au スマートパスプレミアム会員の方は使ってみるのもいいんじゃないでしょうか そして、三つ目のこちらですね。毎週10億円もらえるキャンペーン、最大20%のポイント還元ということで、ついに明日はステージ1の第3週が始まります。以前ライブ配信でもお伝えしたんですが、注意点としまして、1日の還元上限が6000ポイントまで。なので、約3万円ほど使ったら上限に到達します。 あとは2月24日のキャンペーンが終わる場合はその日の17時まで aupay のアプリを通じて通知が来るみたいです。いやまあ明日は祝日ということもあって場合によってはアプリが重たくてうまく決済ができなかったりとか何かしらのトラブルとかルール変更もあり得たりするのでそれをちゃんと覚悟した上でぜひですね楽しんで参加してみましょう。ちなみに僕の次ファインペーンのキャンペーンこちら大きく2つあります。1つ目は一度に5000円以上の現金をファインペーンにチャージすることでファインペイ ファイボーナスが200円相当がもらえるキャンペーンがこちらラストの週となります初めて5000円以上現金をチャージされる場合はファインペイーボーナス200円相当が追加されるので初めての方は実質400円分がお得にもらえるということですね2月の29日までとなっております2つ目はこちらのキャンペーンもラストの週ですねバニラビーザギフトカードをファインペイ払いで購入するとファインペイーボーナスが5購入金額の5%分が還元されるキャンペーンとなっておりますそして最後は週の始まりにとてもふさわしいスマホ決済のゆうちょ ショーでは、主に二つのキャンペーンがあります。一つ目は、ワタミやミライザがトリメロなどで使える。二千オフのクーポンが出てきます。五千円以上の決済で使えるお得なクーポンですね。こちら、三月三十一日まで使えます。そして、少し寂しくなりますが、ポプラや生活生活で使える二百円オフのクーポン。こちら、ラストの週となりまして、二月の二十七日まで利用可能となっております。す、ま、で、あ、にですね。疲れた方も多いと思うんですが、ぜひ、ポプラなど自宅の近くにある際は、利用してみるのもいいんじゃないでしょうか。 日程だけまとめるとこんな感じです。こちら赤い文字のところは今週で終了するキャンペーンとなってます。いや、パッと見ても多いですよね。パパ,パッと読んでいくと、ペイペイ対象店舗最大50%還元が2月の29日まで、D バラ吉野家に関しては2月の29日まで、D ポイント5号チャンスは2月の25日まで、LINEPE のペイ y クマラソンに関しては2月の29日まで、AUPay とトモとの抽選に関しては2月の28日まで、ファインペイのチャージで200円に関しては ましては2月の29日まで、ファインペイのバ,バニラビザギフトカードのキャンペーンに関しては2月の24日まで、でユーチュペイとポプラのクーポンに関しては2月の27日までとなっています。あとこちらは青くなっている部分に関しましては今週から始まるキャンペーンとなっています。D 払いの対象のネットのお店で決済して10%還元、そしてファミリーマートの楽天ポイント10倍のキャンペーン両方ともがこちら2月の25日からスタートするという感じですかね。 あと、こちらも一応お伝えしておきます。セブン銀行 ATM から1万円以上チャージするだけで抽選で1000円相当がもらえるキャンペーンですね。こちらも今週の2月の29日で終了するので、もし何かしらのキャンペーンを利用する際は、セブン銀行 ATM からチャージしてみるのもありなのではないでしょうか。 まあ、そんなこんなで今回は2月の24日から3月の1日までのキャンペーンについてまとめさせていただきました。まあ、先ほどもちょっとお伝えしたんですが、明日の au ペは祝日ということもあって、 でまあ、ます、あ、また例のごとく1日で終了するか謎なとこではありますが、まあぜひですね、楽しんでキャンペーンに参加しちゃいましょう。一応下の概要欄に今回お伝えしたキャンペーンのリンク貼ってますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、また月曜日から仕事の人は頑張って、そしてまたお休みの人はしっかりと休んで、また月曜日からも楽しんでいきましょう。本日の動画は以上です。 ご視聴どうもありがとうございました。昨日、あのツイッターにもアップしたんですが、こちらあの福岡のヤフボクドームを改め。 ペイペイドーム、福岡ペイペイドームをちょっと運動がてら見に行ってきました。いやーまだこう見た感じ違和感ありますよね。呼び方もなんかペイペイドームってなんかちょっとふわっとなんかなりますね。まあしかもまあそれに伴ってまたペイペイドーム内でペイペイで決済したら25回に1回の確率で最大半額戻ってくるキャンペーンというのも発表されたのでまあそのホークスの試合見に行かれる方ならまあペイペイが絶対お得ですね。まあぜひ行かれる方はそちらもチェックしてみてくださいということで。 ありがとうございました。